天南小属は、被子植物単子葉類里芋科に属する植物。有毒なものがある。天南小は、天南星の意で、この中の一種で、日本列島から、朝鮮半島にかけて分布するアリサイマセラータム、ショットのこと、あるいはこの類の休憩の漢方性役名である。湿潤な熱帯や温帯に見られ、東アジア、東南アジア、インド南西部、アメリカ合衆国東部。 メキシコ、アフリカ東部などに分布する。世界で約180種があり、日本では53種8種3変種を認める。詳細な分類は難しく、現在も学名が変わることがある。英語では、コブラリリーやジャック・イン・ザ・プルピットの別名がある。多年層で球根を持つ。葉は、服用で1から2枚付き、傭兵の根元は、幼少となって筒状に重なり、 一見形のように見えるため、偽形と呼ばれる。商用は種によって三枚から二十数枚が、取りし状や手のひら状につく。傭兵の上に花柄を伸ばし、仏縁法をつける。仏縁法が葉よりも高く伸びるか低いかは種による。武蔵やブミなど一部を除き、多くは私有一種であるが、栄養状態によって性転換することが知られている。春に咲く花には、 里芋科の特徴である肉母花女と仏縁法を持つが仏縁法の形状が特徴的で様々なものがあり森の木陰に咲く紫色の仏縁法は不気味な印象を与えるものもあるこの仏縁法は肉母花女をぐるりと一周してラッパ状になるものが多い肉母花女の上部は様々な形の付属体となり付属体の下端はスカート状になって 仏縁法の内面との間に狭い隙間を形成する。過剰の花がつく部分では、仏縁法との間に隙間があって、付属体の下部に上を塞がれた部屋を形成している。この花には、キノコバエカやのミバエカなどの小昆虫が誘引され、付属体と仏縁法の間の隙間を通過して、花の周囲の部屋に閉じ込められる。大花ではこの部屋の下部に、おしべから出た花粉が溜まっており、 閉じ込められた小昆虫は花粉まみれになる。尾花の仏園法の合わせ目の下端には小さな穴状の隙間があって、花粉をつけた小昆虫はここから脱出する。雌花ではこの穴がないため、閉じ込められた小昆虫は外に出られず、いずれ死亡する。この雌花に閉じ込められた小昆虫の中に花粉を体につけて、尾花を脱出してきたものがいた時に受粉が成立する。 秋に仏園法は枯れて朱色や赤の熟した果実が目立つようになる。果実はトウモロコシのように軸の周りに集合してつく液化で赤く種子を例数個ずつ持つ。種子散布が鳥類に接触されるかその場に倒伏することにより行われる。球形の細胞は中酸カルシウムの針状結晶などを持ち有毒でそのまま食べると口の中が痛くなって腫れ上がるが、 澱粉などの栄養素を多く含むため、アイヌや伊豆諸島、ヒマラヤ東部の商用樹林帯では、中酸カルシウムの刺激を避けながら、食用とする工夫がなされてきた。例えばアイヌの食文化では、高麗天南省の休憩の上部の毒の多い黄色の部分を取り除き、蒸したり、炉の灰の中で蒸し焼きにしたりして、刺激を弱めて食用にし、伊豆諸島の三宅島では古くは、 島天南省の休憩を虫に,にして団子にしたものを、なるべく噛まずに丸飲みして、刺激を避けて食べたと伝えられている。飛騨地方では、ヘンベの第八と呼び、その毒性を利用して、便所の女中などに使われた。また、休憩を、漢方の木薬、天南製としても利用する。目立つ花色を持つ武蔵屋ブムや、雪もち草は、山野草として栽培されることもある。 ありがとうございます。